ご視聴ありがとうございます。セリアさんへ行ってきました。3月もよく頑張ったねという気持ちを込めて、自分にご褒美会です。いくつか新しい商品も発見しましたので紹介します。今回購入しましたのは、割と細長い形のものが多かったななんて改めて思ってます。細長い形、この人たちですね。ではまずこの手前の分なんですが、もう特に新しい商品ではなく、かなり前から話題になりましたアイテムです。ただ私がよく行くセリアさんには全然並んでなくって、やっとお目にかかることができました。もう知る人ぞ知るですが、ガラスペンのシリーズです。発売された時からないなないななんて思いながら、時々このインクだけ置いてあったり、あるいはガラスペンレストだけ置いてあったり、でも肝心のガラスペンには全然出会うことができなくって、なんだかなって思ってました。そして今日ですね、見つけました。ついに遭遇しました。ガラスペン2色ありました。本当はもっとたくさんの色あるんだと思いますが、あったのがこのグレーに見えたんだけど、ブルーかなとピンクになります。4978-929-913-021 4978-929-913-021 です。夏の工業株式会社さんのお品です。最近字を書く機会も減ってるし、まあ基本的にはスマホとかパソコンとか使うし、絵ガラスペンどうすんのっていうところなんですけれども、なんか沼っちゃうアイテムですよね。でこちらがガラスペンレストっていうことで、このガラスペンを置くような形になります。これレジン使う時も使えるかなと思って期待してます。こちらは白と透明を購入しました。他にも色ありました。ガラスペンレスト氷炭型、ジャンコード同じです。4978-929-913-045で、染料インクです。インクも黒とか赤、ピンク、緑などなどありましたが、スカイブルーを購入してみました。本当に字を書く機会すごい減ってるので、どう使うとかも考えたんですけれども、ちょっと使ってみたい、100均さんで買えるならいいよねっていうところです。ガラスペン用インク、スカイブルー、ジャンコードが4978-929-914-790です。このガラスペンにしろ、前回購入しました、紹介しましたシーリングスタンプにしろ、なんか沼っちゃうアイテムたちですよね。中世ヨーロッパの貴族様になりたいのかしら。なんとなくそういったロマンチックな響きがあるのかななんて思ったりもしました。それからレジンものとしては、以前こちらも紹介してるんですが、セリアさんから出てました、空枠になります。もう一種類ギターのやつあったと思うんですけれども、行ったセリアさんにはこの3つだけありました。ゆらゆら、空枠、音符、ジャンコード全部一緒なはずです。そうですね、4-539-314-531-222です。とあとこれもリピートなんですが、スパンコールフラワーオーロラっていうのを買いました。桜の形です。ジャンコードが4-968-583-238-004です。あとハーバリウムのボールペンのコーナーに、また違う形のちょっと手作り要素を足されるボールペン売ってました。どうしようかなと思ってすごく悩んだんですけれども、ボールペン愛用のものあるし、どういう風にアレンジしたらいいのかパッと思いつかなかったので、一旦うんとスルーしました。また何か使い道、こんな風にアレンジしたいなっていうのが思い浮かんだら入手してるかもしれないです。あとはネイル用品、ネイルコーナーで
新しいと思われる商品など見つけましたので購入しました。これは前からあるんだけれども、ジェルネイルのオフするパックです。いやー、セルフネイルをジェルネイルで頑張ってるんですけれども、どうもオフするのが下手すぎてちょっと爪に負担かけちゃわないかなって心配になってます。まあ、一旦これいけそうなので使ってみようかなと思いまして購入しました。一応ジャンコード言っておきます。ジェルオフパック、ジャンコードが4965412485186です。あとはネイル用品、ネイルコーナーで見つけたものです。これ新しいなと思いました。ネイル用のシリコンブラシです。シリコンはレジンにも使えるし消耗品でもあるので購入しました。ちょっと汚れてる。なんかこう綺麗ですよね、可愛いですよね。一旦店3種類ありました。ネイル用シリコンブラシ、まず一つがフライト型ミルキーパウダーをこするネイルウォールはみ出し修正、ジャンコードが4978929914684です。で、形がちょっと違います。これ両面一緒かな。ラウンド型ネイル用シリコンブラシのラウンド型です。シールの貼り付けやパウダーのこすり付けに、どっちもそうやけどね。ジャンコードが4978929914714です。ともう一つがドットマーブルラインを描くポイント型、ポイント型、ジャンコードが4978929914691です。これもさっきのガラスペンと一緒の松野工業株式会社さんです。いつものブレイズさんと合わせて松野工業さんも結構お世話になってるなと思っております。あとはネイルシール、久しぶりに買いました。まあネイルコーナーでパッと目があってちょっと可愛いんちゃうんみたいな、はい、のでネイルシールです。同じ柄で色違いです。ゆるかわ落書きネイル、しっかりフィット、ジャンコード一緒です。4968583246504です。株式会社元林さん、元林さんもお世話になっております。ということで今回はネイルコーナーからこちらの皆さん、そしてレジンコーナーからこちらの皆さん、あとは文房具コーナーからガラスペンチームの皆さん、また次の動画などで出てくると思います。では今回ここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価いただけると大変嬉しいです。ぜひまた次の動画も見てください。ありがとうございました。